地域医療機能推進機構地域医療機能推進機構中京病院中京病院は愛知県名古屋市南区にある医療機関地域医療機能推進機構が運営する病院の一つ名古屋市南部から下半島北部地域の拠点となる総合病院である1947年10月三菱重工業三菱航空機製作所付属病院を買収 旧厚生省保健局が解説者となり、財団法人愛知県社会保健協会の経営委託により、同年12月に社会保険中京病院として55章8、診療科で船でした。その後、順次規模を拡大し、1970年に日本初の人工腎臓センターを開設、1973年からは人移植を開始、 1978年には、これも日本初の熱症センターを設置し、当時腎不全治療、熱症の分野で全国的に有名となった。1991年には683床に増床したが2010年に結核20床を廃止し、現在は29診療科を標榜する663床の病院に健康管理センター、老人保健施設、 看護専門学校が併設されている。社会保険庁の解体に合わせ、2008年10月、社会保険病院は、独立行政法人年金、健康保険福祉施設整理機構に出資された、状況に置かれた。その後、2014年4月、独立行政法人地域、医療機能推進機構中京病院として発足した。同機構は、 旧来の社会保険病院、厚生年金病院、繊維保険病院を統合し、全国57の病院で構成されているが、中京病院はその中でも最大規模を誇る病院である。最近では、2001年12月には屋上ヘリポートが完成させ、遠方からの患者受け入れ体制を確立し、2003年には救命救急センターを設置、2006年に d マットを設置するなど、救急医療分野の充実に力を入れてきた。さらに、2004年にはいち早く dpc を導入し、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、災害拠点病院、臨床研修指定病院の指定など、地域における拠点病院として、重要な認定の取得に努めている。2014年8月現在、診療科29科、 病床数663床を有する。透析センター、熱症センターが開設されるなど高度医療の導入が多く、地域医療支援病院、ん診療連携拠点病院、災害拠点病院、臨床研修指定病院などにも指定、承認されている。1954年に、順看護婦学校を併設。 数度の改装を経て1995年には中京病院附属看護専門学校を開校している。3月末をもって閉校。ありがとうございます。